やっぱ今日も藤森が特別荘になんて来るわけねえか。朝起きたら本当に首に絞められた跡があったんだよな。けど俺の首絞めたなんて聞けねえし、夢じゃないとしたら。いや、今の声ってまさか。お前結構遊んでんだろ、いいじゃん。いや、割らないで。なんだよ、藤森絡まれてんのか。なあ、マジでやらせてくれ。この野郎、触るんじゃねえ。うっそ、藤森のやつ俺が出てく前に一人でのしちまいやがった。にしても普段あんなにおとなしいくせに性格変わりすぎだってば。はあ、あんた。え、ああ、お前昨日正面衝突した。あ、名前なんだっけ。俺市川岳って言うんだけど。うん、橋場空だよ。昨日はごめんな。大丈夫だったか。もういいって。あ、でも市川君、お詫びに A 定食でもご馳走するよくらい言ってくれたらな。あ、別に催促してねえぜ。思いっきりしてるじゃねえか。まあしゃあねえな、学食行くか。やったー、先輩ラブー。あー、抱きつくなって。あ、けどうどんな。うんうん、全然オッケーだって。じゃあ寝ぼけて落ちたって噂は本当だったのか。だから違うっつろ、なんかの事故で落ちたんだっつってんだろ。なあ、こんなよ、本当に落ちた生徒がいたのかって言いたかったんだって。でもま、今は元気みたいだしよかったじゃん。まあな。じゃあ、サラ先輩、俺も行くな。うどんごちそうさ。なんか頭がマジで痛いぞ。なんだよ急に。ダメだ、目開けてらんねえ。あれ、学食にいたのになんだろう、他にって夢か。夢の中の俺は教室を一つ一つ確認して、やがて二人組の生徒を見つけた。よくも。怒りに震えるその声は確かに自分のものなのに、まるで自分じゃないような